西新宿に来ています。天気は晴れです。秋晴れの日ですね。今日は2023年の10月の下旬です。朝晩ちょっと冷えるんですけれども、まあ、こうやって昼間今12時くらいですかね。昼間天気のいい日はすごく暖かいです。ちょっと今日は用事があって西新宿に来ているので、ちょっとだけ、神社にお散歩に行きたいと思います。12時ちょっと前なので、あれですかね、ちょうどオフィスの人が、ご飯の時間ですかね。日陰はでも確かにちょっと涼しいですね。寒いかもしれないですね。よいしょ。今週っていうか、もうすぐハロウィンなんですけれども、なんか日本もそれなのにハロウィンはなんかみんな仮装してパーティー行ったりとか、なんかかぼちゃ料理食べたりとか、それなりに日本でもかなりイベントやりますね。なのでもうすぐハロウィンの時期ですね。どうやってどこへ行くの？なんか余計打つ。
神社です。ここから鳥居がこういう感じかな、見えます。よいしょ。なのでちょっと行ってみたいと思います。よいしょ。西新宿ってまあ地下鉄で来ることもできるんですけれども、新宿駅からもう歩いて来れる距離ですね。気がするんですよね。で、ここが大黒天。ダメだ、私と、あ、はい、大黒天です。よいしょ。こんな感じ。はい、こんな感じです。で、ここから進んでいきたいと思います。はい、赤い鳥。で、ここは、綺麗なお水ですかね。はい、綺麗なお水です。で、ここはこれはね、確かに毘沙門天でいう呼び方で合ってたと思います。七福神の3人目ですね。ちょっとこっちの左から回っていきたいと思います。こっち左がちなみにこんな感じになってます。で、こっちから行ってみたいと思います。よいしょ。ここが4人目の弁財殿ですか。七福神の4人目です。よいしょ。4人目です。で、弁財天で、ここにもちょっとお参りする神社がありますね。
ってお腹減ってる。で、ここもなんだろうね、あります。ちょっとこっちから行ってみようかな。あれ4人目、4人目ですね。4人目で合ってるんやね。ここが5人目ちょっと待って、5人目ちょっと私読めないかも、漢字。インサイトしたので、もう一人ちょっと撮りたいと思います。4人、今のところが4人目で、よいしょ、ここが5人目ですね。よいしょ、来たんですけど、ここはまた七福神じゃないですけれども、なんだろう、富士塚史跡なんですね。はい、こんな感じです。神社、神社で本殿っていうのかな、なんか横から見るとこんな感じですね。綺麗になっているところですね。書いてある。でもこれ暗くて、あ、つるかな。うーん、力石ですかね。ここが、で、神社はこんな感じの、神社っていうか一番大きい、こんな感じですね。で、まあ、グーって書いてある。色が綺麗ですね、神社。はい、こんな感じで、雰囲気伝わったでしょうか。今日西新宿の神社に秋詣に来てみました。今日は天気もいいので散歩日和でした。こんな感じですね、東京の都心にある神社です。だから、あの話が戻っちゃうんですけど、だから七福神の神様は1人、2人、
三四五五人、五人は私はあの見つけたんですけれども、ちょっとなんかね地図見たらちょっとだけ離れてた気がします。なのでちょっと今日は七福神の神様全員お届けできなかったんですけれども、はい、こんな形です。なんだろう、これすごくないですか。これ去年も秋に来たからあれなんですけど、このなんかこれはススキじゃなくて何なの、神社って赤が綺麗ですね。赤が綺麗です。なんか漢字の読み方とか間違えてるかもしれない。こんな感じですかね。よいしょよいしょ。したらこんな感じで今日の Vlog は終わりにしたいと思います。ちょっとカメラワーク勉強したいと思います。もっとなんかよく撮れるようにしたいと思います。